こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。散々日本製品不買運動をしてきたあちらの国がコロナによって崩壊寸前の経済ですが、最近になって日本製品の販売が勢いを戻しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。市民に日本不買体感度を聞いてみました。最近になり去年に比べて相対的に不買運動が弱くなったという答えが主です。確かに少し沈んでいるようです。ただ残念な気持ちだけですね。実際昨年日本の不買運動がのみのように広がると、不買対象の上位に上がったユニクロ、無印良品、デサントなど生活ファッション業種の日本企業の国内事業は売上が減り、赤字に転じたこともありました。しかしこのような流れが今年に入ってからは少しずつ変わっています。今年1月に12万ドルだった日本産ビールの輸入額は3月には64万ドルに、同期間2000万ドルだった日本製乗用車の輸入額は7000万ドルに増えました。金額が小さく昨年同期に比べれば依然として60-80% 急減してはいるものの、回復の兆しは現れています。専門家は社会的な動きは時間の経過とともに現状復帰する傾向にあるとし、不買運動の動力を国産品愛用など新しい方向へ導くべき時期だと語っています。日本不買運動を乗り越えて国産品愛用運動をし、コロナ自体で内需回復が進んでいないのでプラスになればいいのではないか。また日本がまだ強制徴用被害者の賠償判決を国際法違反だと主張している上、コロナによる入国制限の過程で再び両国の葛藤が生じただけに、不買運動は再燃しかねないと予想しています。それではネットの反応です。日本国民が韓国人のことを鍋根性と皮肉る言葉は耳に入らないようです。なんでそうなのか、本当にどうか気を引き締めましょう。日本製品に金の甲羅でも貼ってあるんですか。仕方ないものもあるかもしれないけど、私は今まで日本製だとわかるものは買っていません。多くの他の方々もそうだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。